おはようございます。9月15日第754回ポコナカアニマルラジオになります。今日はちょっと昨日ね、お酒を飲んでしまいまして、終電帰りという感じだったんですけど、帰ってくる途中までは軽快だったんですけどね、朝起きてみるとなんか二日酔いだなっていうか、ね、まあひどい二日酔いじゃないんですけど、まあ、ちょっと頭痛がしてね、気持ち悪いなっていう感じなんで、今日は本当に元気がないんですけど、まあやることはやらないとねということで、カメの世話とね、ラジオの撮影を、ね、させていただいています。なので元気がないかもしれないですが、すいません。で今日のカメなんですけどね、2024CB で卵の時にね、もうちょっと予約していたカメが、ね、来ました。というか、まあ来てもうだいぶ経ってて、まあうちで様子を見てたんですけどね、まあ順調そうで、見てる前じゃ食わないですけど、見てない時にね、餌を食ってるみたいで、まあ、ちょっと成長もしているっていう感じでね、頭部箱がベビーになります。まあ甲羅もなんかちょっともやもやっとした模様が入っているので、なんかこういうのはね、大きくなると綺麗になるかもしれないよねという話、まあ、あと顔と手を見るとね、赤くなりそうな雰囲気が出ているので、まあ、これからの成長を見守っていくとね、面白いんじゃないかなと思ってます。まあ、ただサイズがサイズなんでね、しっかり買い込んであげて、ある程度安心できるサイズまで一気に持っていきたいなとは思っているんですけど、まあやっぱりちょっとそれはね、時間がかかることだと思いますのでね、慎重にあったかいところでね、やっていけたらいいかなというふうに思っています。なので頭部の数がね、今全部で4、でプラス2匹はもう確定で来るのが決まっているという感じなんで、まあ、おそらく頭部はもうそれだけいればね、もういいのかなとは思っているんで、他のは追加しないとは思うんですけどね。あとはメスがどれぐらいになるかっていうか、なんか僕が買うのも大体オスになるというか、まあ、オスっぽいのを買っているんだと思うんですよね。自分が好みなのはそういう、まあ、オスがやっぱり好きなんでね、繁殖をしっかり考えてとかっていうよりは、自分で、ね、かっこいいなとか綺麗になりそうだなっていうのを選ぶのを、まあ、一番メインにしてしまっているので、その辺がちょっと原因なのかと思うんですけどね。まあ、自分でベビーで買って今までメスになったことってないんですけど、逆にこの個体はね、強制的に卵の時点でね、生まれてすぐの時点で決まっていたんで、選んでいないんでね、だこういう個体がメスになってくれると、ね、いいのかなというふうに思っていますが、まあさてどうなることやらという感じです。そしてここ最近はね、イベント続きのあれなんで、まあ、今も神戸がねやってると思うんですよね。神戸の方で昨日と今日ね、でなんかちょっとちらっと話を聞いたらね、お客さんがすごい来ているっていう話なんで、まあ、関東の方のイベントの数ってすごい多いんですけど、まあ、関西の方がまだちょっと少なめなのでね、お客さんが飢えているのかもしれないですよね。そして実際神戸でじゃあブリクラがあるのって11月なんで、まだ2ヶ月ぐらい先の話なんで、やっぱそういう状況になるとね、お客さんも2ヶ月待つのって結構辛いと思うんで、まあ、ちょうどイベントがあってよかったのかもしれないですよね。なので、お近くの方をね、ぜひ、楽しんでいただけたらと思います。あ、すいません、ちょっとね、調子が悪いというか、まあ、飲みすぎがいけないんですけどね、っていう感じで、今頭部箱が見ながら話しているんですけど、いや本当にね、最近二日酔いとあんまならないんですけどね、今日は久しぶりに食らってしまいました、すいません、本当に、お付き合いいただきありがとうございます。そして今週末じゃない、来週末が、トンブリですよね。でトンブリ、まあ、ブース表をね、あの後またしっかり配置するとね、拝見すると、僕が狙っているブースさんも近くにあるんでね、まあちょっと良かったなと思います。まあただね、先行入場の方たちがいっぱいいるんでね、その後になると考えると、まあなかなか厳しい戦いにはなるのかなとは思うんですけどね。ただまあそういうところでね、画面を見て、そして情報交換をすることができる、それだけでもね、とてもプラスになる話なんでね、そこをうまく活かしていろいろな情報を得たりね、
して、まあ、僕も飼育だったり、まあ、今後繁殖をもっと、ね、しっかり狙っていくことを考えながらねやれるようにというところで、ね、あのいろんな方と、ね、交流ができたらいいなというふうに思っております。やっぱり、まあ、僕が生きてきて思うのはその人と人の関係が大事ということでね、ここをおろそかにしてしまうとね、お金で解決するだけなんですけど、でもやっぱりお金の関係とね、この本当にその人と仲良くなる関係って言うとやっぱりまたね違ってくると思うんで、僕はお金はないのでね、人間関係を充実させてうまくやれるようにしていけたらいいのかなというふうにいつも思いながら、動いています。ちょっと頭部ね、いつも水苔に隠れてしまっているんですけど、水苔と陸場を作って陸場に餌を置いておくっていう感じですね。でそうすると、まあ、お腹が空いた時に食べているようで、であんまりたくさんあげすぎるとね丸々残ってたりするんで、で結構均等にねポゴナの餌、マズリー、レプトミンスーパー、あとカメプロスプレミアムでね、まあ、本当どれか一つでも食いついてくれたらいいなっていうふうに思うんで、いろんな種類をやってね、亀に選択肢を与えています。まあ、コオロギとかでもやればいいんでしょうけど、ただ人工をね食ってくれてるんで、まあ、今ちょっと人工でねある程度食いを何ですかねしっかりさせて、でもうちょっと育ったらね、マウスとかそういうものをあげてって甲羅をかっちりさせてね、しっかりした、成長させていきたいなというふうに思っています。まあそれが正しいやり方なのかわからないですけど、本当はちっちゃいミミズとかちっちゃいコオロギとかねそういうのをあげながら成長させるのが一番ベストなのかなとは思うんですけどね。まあまあもともと生まれたところでね人工飼料をねしかあげないって最初言ってたんで、まあそのスタイルでやってるんでね、で僕もそのスタイルをちょっと継承して、まあ、人工をしっかり食べてね、ある程度大きくなってからまたちょっといろいろやり方を考えていこうというふうに考えています。まだやっぱりねちっちゃくてちょっと柔らかい感じなんでね、まだ数週間は気が抜けないな、まあ、1ヶ月ぐらいかな、っていう感じのね亀なんで、まあ、本当に今ね湿度が高くなるようにして、温度もちょっとあったかくなるようにしてね、まあ、この暑い時期でね、やってるんですけど、やっぱり飼育場はねエアコンが常に効いているんで、ちょっと今まだ暑すぎるんでね、どうしてもエアコンつけないとっていう感じなんで、30度前後ぐらいになるようにしてるんで、まあ、ちょっと冷えすぎると怖いなということで、まあ、パネルヒーターをね、頭部のレビューには敷いてね、で触ってみてで温度を確かめて、あこれぐらいなら大丈夫だなっていうことでね、設定も完了したんでね、その状態で、飼育している感じです。まあ頭部箱はね全て綺麗になってくれるといいなと思うんで、でもこの子もなんかねよく見てると、まあ、結構綺麗だなという感じがするので楽しみです。でこの子はねちょっとエピソードがあるんですけど、まあ、それを公開していいかどうか、出してくれた方にね確認して、それが OK であればちょっとそのエピソードもねいずれご紹介したいなというふうに思っています。まあ頭部箱はねベビー苦労するっていう話をよく聞くんですけど、おそらくこいつはね結構たやすくできた方だったと思うんで、ラッキーでした。ということでちょっと今日は2日目なんでね、この後食ったりしようかなと思っています。いつも聞いていただきありがとうございます。今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。